まあ、まさか MC1 まで地単体でここまで音作りできるとは思わなかったですね。前回は MC101 のパーシャルの機能のオシレーターについての解説をしたんですけど、今回はオシレーター以降の音作りの流れ、フィルター、エンベロープ、LFO なんかの解説をしていこうと思います。で、この13のフィルターで音の明るさをコントロールします。で、この TYP っていうのがフィルターのタイプですね。ローパス、バンドパス、ハイパス、PKG、この4つを選択します。で、カットオフで音の明るさをコントロールします。で、レゾナンスで周波数のピークを持ち上げてサウンドに癖をつけます。エンベロープのカーブがフィルターにかかる深さをコントロールします。まあ、フィルターの時間的な変化はこのカットオフとフィルターエンベロープによってコントロールします。で、2ページ目でこの TVF と VCF 切り替えなんですけど、TVF はデジタルのフィルターで、VCF はアナログのローパスフィルターを再現したフィルターです。で、KF はキーフローでキーボードトラッキング、いわゆる音程によってフィルターの明るさをコントロールする機能です。で、SLP はこれスロープって言って、フィルターの傾きを選択します。で、エンベロープフィルター、先ほどやったフィルターの部分の時間的な変化のコントロールをする場所です。で、エンベロープは他のところもそうなんですけど、ADSR ですね。で、アタックがノートオンしてからの音の立ち上がりの時間をコントロールします。値が大きいほど、ゆっくりな音になります。で、ディケイがアタックの後の減衰の時間をコントロールします。値が少なければ短い音になります。で、横のサスティーンはその、ディケイの後の音の伸びの量をコントロールするんですけど、これマックスにしてるとディケイがかからないんで、ゼロにします。で、フィルターのセクションのカットオフの値と、フィルターエンベロープのパラメータも使って、かかり具合をコントロールします。で、サスティーンはディケイの後の量なんで、これ高いと、ノートオンしてる間ずっと音が伸びる感じですね。で、リリースはノートオフした後の音の余韻の時間をコントロールします。で、エンベロープのアンプは音量をコントロールします。で、このエンベロープもフィルターのエンベロープと一緒ですね。で、エンベロープピッチはピッチの時間的変化をコントロールします。で、この場合はアタック、ディケイ、サスティーンで、で、一番左がこのデプスで、深さですね。まあ、こんな感じで面白い効果を出すことができます。で、デプスもマイナス100からプラス100でできます。で、このエンベロープコモンは、エンベロープを ADSR とオフに設定できます。これオフにするとどう違うんですかね。で、シンセサイザーのこの変調の要の LFO ですね。で、MC101 のこのパーシャルのモードでは2つの LFO を使うことができます。
で LFO っていうのはローフリークエンシーオシレーターっていって低い周波数のオシレーターで各機能を変調するシンセサイザーでは定番の変調の機能です。でウェーブでこの LFO の波形を選択します。では分かりやすいようにじゃあピッチにかけていきます。一番右のところはピッチのデプスで深さをコントロールします。まあ、この感じでピッチにかけたらビブラートみたいな感じになるんですけど、でまずウェーブサイン波ですね。でトライアングル三角波でソーアップノコギリ波ですね。でもう一個のノコギリ波のソーダウンでスクエア波矩形波です。でランダム波形で TRP 台形波ですね。これちょっと珍しいですね。でサンプル&ホールドランダムノイズ波形ですね。でカオス波、まあ、これだけでもフリッパー好みのサウンドっすね。で V サイン、これは変形したサイン波だそうです。ちょっと違いますよね。でステップで、ちなみに MC101 はこのステップ対応してないそうです。じゃあサイン波に戻って、このレート LFO 波形の周期スピードですね。結構エグくかかるんですよね。で FLT フィルター、フィルターが LFO がフィルターにかかる量をコントロールします。でピッチは先ほどやったピッチですね。で LFO の2ページ目はこのフェードでノートオンしてから LFO がかかる遅れの時間をコントロールします。でシンクで LFO のレートを BPM にシンクさせるかどうかを設定します。でこれはオンオフですね。でアンプは LFO が音量にかかる量をコントロールします。でパンは LFO が左右の定位パンにかかる深さをコントロールします。で MC101 のパーシャルモードはこの LFO はもう一つ使うことができます。でイコライザーのゲインですね。でスイッチでオンオフしてこのローミッドハイの3つの音域をコントロールします。で EQ フリークで各このローミッドハイの基準周波数の設定をします。で25ページ目のこのマトリックスなんですけど、まあ、これいわゆるマトリックスモジュレーションって言って、変調する側のパラメータソースとこの2でデスティネーションですね、この変調されるパラメータを選択して、でデプスで深さを設定して変調するっていう機能です。でこの SRC がソースになるんで、ここからパラメータを選択します。今までもエンベロップとか LFO でいわゆる変調的なこともできるんですけど、マトリックスはもっと自由にいろんなパラメータを割り当てすることが可能です。でやっぱ嬉しいのがあのクリッパーの定番の LFO2 つ使って LFO の周期をもう一個の LFO の波形で変えるっていう変調ができるのがやっぱすごい嬉しいですね。では LFO2 の波形を使って LFO1 のレート周期をコントロールします。まずマトリックス1の SRC で何を使って変調するかっていうことなんで LFO2 を選択します。で2でディストネーションで
偏重先なんで、これを LFO1 のレートにします。で、LFO2 のこのウェーブをサンプル&ホールド、ランダム偏重にします。で、レートはこれシンクオンにしてシブ音符にします。で、LFO1 のこのピッチのパラメータを上げます。で、これだと変わんないんで、このデプスの値を上げます。まあ、こんな感じでこの LFO2 のシブ音符のランダム波形ごとに LFO1 の速さが変化するっていう面白い変調も可能です。まあ、LFO2 のこのレートを短くするともっと速い変化になります。まあ、まさか MC1 まで1単体でここまで音作りできるとは思わなかったですね。で、このマトリックスの機能は4つ使うことが可能です。で、最後はこのベロシティの設定ですね。強弱による音の変化の設定をします。まあ、今回はこんな感じで新機能のパーシャルの解説をしたんですけど、まあこれ本当ガチの新性質の機能だったんでびっくりしましたね。で、やっぱこれ慣れてない人とかはちょっとページの移動とかめんどくさいしちょっと分かりづらいと思うんですけど、まあ基本を押さえていけばそんなに難しい機能じゃないんで、まあぜひこのパーシャルでディープなサウンド作りしてみてください。